旧優生保護法の下、強制的に不妊手術を受けさせられた人やその家族などを対象にした全国一斉の電話相談会が開かれています県内でも県弁護士会が午前10時から無料の電話相談会を開きました対象は被害者本人やその家族、医療関係者などです 旧優生保護法は1948年に制定され、障害などを理由に不妊手術が強制されていました。県内では全国で4番目に多い663人が手術を受けたとされています。3日の最高裁判決では旧優生保護法は憲法に違反するとして国の賠償責任が認められ、今後、 320万円の一時金の支給など被害者への保証が進むとみられます。電話相談会は今日の午後4時までで、県内では6人の弁護士が交代で対応するということです。